ラブロです。いやあ原曲をやりたいんですけど、次に、今の曲の元になった曲があります。説明させてもらうと、ゆで卵の君が好きっていうのは、高校時代の友達が小田坂に住んでました。駅の反対側ですけど、今は行方知れないんですけど、連絡取れなくなって、そいつが、俺がね、これ作ったのは立川にいる頃だから1980年ぐらいですね。それで、そいつがネットでは評判の悪いアグネスちゃんの施設ファンクラブの会長をやってまして、それで、アグネスちゃんは、ね、香港時代って割とブリティッシュっていうか、スタンダードなフォークのアルバムを出してたりしてね、割と その手の音楽が好きな人もファンにはいたりして、でその友達はしょうもないファンだったんですけどね、衣装を買ってたり靴を買ってたりしてね、部屋に行くと靴があったりするんですよ。アグネスちゃんの靴はね、変態だと思ってました。それでその中の音楽が好きなファンでスイートアグネスラビングバンドっていうのを作って、その、何でしょう、ファンクラブが開催した自分たちでやるコンサートみたいなのに出まして、その時やった曲ですね。ゆで卵の君というのはアグネスちゃんのことなんですよ。夜でした。そんな話をしてますよ。何がな。Thank you.
Thank you.
Thank you.